会愚数用中がなびら、皆様こんにちは。沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵です。舞台の仕事をしているとシーズンによって忙しさが違うんですよね。秋は文化の秋ということで、秋冬の公演が多いので、今の時期はですね、その準備でなかなかこう忙しさがこう急増しているような、時期なんですけれども、それでもやっぱり仕事だけしていてはねと思って、先日ですね、お世話になっている先輩とちょっとお酒を飲みに行ってまいりました。短い時間ではあったんですけれども、日頃感じていることとか、それからちょっと愚痴をこぼしたりとかして、でもね、それで大変リラックスをしまして、次の日からリフレッシュしてまたお仕事頑張ろうという気持ちになりました。やっぱりメリハリって大切なんだなと感じています。さあ、沖縄羅針盤、今日も5時までお届けいたします。どうぞお付き合いください。那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ、今週は沖縄県地域振興協会専務理事の玉那覇康さんと、沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりです。玉那覇さんは那覇市のご出身、琉球大学理学部を卒業後、アメリカ国務省 IVP プログラムを修了しました。1985年沖縄県水産振興課に採用され、その後1994年より企画開発部、1995年には東京の研究機関に出向しました。2008年より産業政策課、そして2016年からは産業振興統括官を務め、2018年には沖縄県文化観光スポーツ部の参事を務めました。現在は沖縄県地域振興協会の専務理事を務めています。それではお二人のおしゃべりをどうぞ。玉那覇康さんとメディアで話すのは今2002年以来ぶりなので、はいはい、17年ぶりなんです。そうなんですか、はいはいはい、やっと来てくれましたね。はいはいはい、はい、こんにちは。県庁職員を何年やりました？もうかれこれ30年近くなりますね。琉大では生物学、そうですそうです、はい、県庁の仕事は面白いでしょう。あ、面白いですね。玉那覇さんにとっては、はいはいはい、まあ、文句はすごい言われますけど、うん、はい、たま、一般社会での評判は、玉那覇さんほど県庁職員として面白く組織を動かしている人はいない。いやいやいや、迷惑かけまくってすいませんけど、はいはい、僕は言いませんけど、はいはい、そうだ、今日はですね、せっかくなので玉那覇談義を聞きたいなと思ってるんですけど、うん、一緒に談義したいと思うんですけど、はい、我々賢者じゃないんで歴史には学びきれずに自分が経験してきたものを見ようと思うんですけども、うん、まあ、昭和の時代と平成の時代を見てきましたよね。はいはい、玉那覇康さんにとって昭和とは、はい、まあ、沖縄の視点からですけどね、うん、あれ何だったかと、はいはいはい、ですね、本当にちょうど僕らがもう小学生の頃はちょうどまだね、いろいろ戦争の傷跡もあって、何ですか、ハードランディングっていうんですか、一回社会が崩壊してますよね。うん、でそういう中で沖縄の人々も、まあ、世界的にそうだったと思うんですけど、まあ、普通共通感覚とか共通認識という言葉で言われてますけども、うん、本当にみんなで豊かになろう、で、まあ、いい学校に入っていい就職にすればいい、ね、老後が送れるっていうちゃんとライフステージがあって、まあ、それにみんな目指して誰も異議を唱えなかったっていうのが昭和かな、ね、多くの人が今年よりも来年が、はいはい、来年よりも再来年が、はいはい、豊かになって幸せになれるというふうに思っていたし、まあ、大体そうだったわけでね、昭和かなという感じしますよね、うん、はい、平成は、平成はだからもう一通り豊かさが一巡したっていうかな、うん、家の中に三種の神器が揃ったり、あと三C って言われてる車とかクーラーとかがもう潤沢になって、うん、じゃあ
どうしましょうかっていう価値観の多様化っていうかな、それはあの共通したまああの感覚とか認識がまあ崩れてった時代じゃないかなというふうに考えますよね。テクノロジーの進歩がそれを追い打ちかけましたね、はいはいはい、みんなパーソナルになっていったりして ね、はい、競争も激しくなりましたね、はいはいはい、個人個人の競争が激しく入ってきて、うんうん、それにすごく差が出てるようになってしまった。そうですね。でそれで何ですか、言い方は悪いですけども勝ち組負け組っていうのがもうあっちこっちの業界で出てくるっていうのかな、あの中間層が減ってきた時代がまた平成じゃないかなっていう、ね、ですね。これはあの共有できると思います。ここまでの沖縄ということをどういうところまで来たというふうな思ってます。いや自分が取り組んできたことから何ですか、まあ、どこと比較するかによるかもしれませんけど、やっぱあのヨーロッパの国々と比較するとやっぱまだまだだし、であとほらアジアとかいろんなアフリカとかの国々と比較するとこんな素晴らしい島はないよね。よくあの今おかげさまで空手でね、世界から何十か国からってお客さん来て一緒にあの話するんですけど、こんな素敵な楽園みたいな島はないですねっていう方々が7割ぐらいいるんですね、うん、まずあの言われるのは水がすぐ飲めるっていうの、うん、まあ海外の多分 70% ぐらいではもうありえないことと、であと夜歩ける、うん、あの男でも女でも歩けるところはもう多分世界で半分ぐらいしかなくなったんじゃない、都市部でですね。平成が終わったけど 今でも沖縄は大丈夫だからね。そうそう、はい、まだまだこういう面での治安とかっていうのはもう世界トップクラスっていうのはもっとあの沖縄の人は自虐する人もいると思うんですけど、何ですかね、もっと島にねある意味あの外も見てあの自信持ってもらいたいなというふうにも感じますね、うんうん、あのそういう意味では平成の終わりにとよくここまで来たなと、僕はそんな言葉が僕は合ってると思ってるんですけども、はいはい、玉名さん流ね一言は。そうですね、あのインフラ面では非常にうまくいってますけども、これもやっぱりさっき言った二極化、あのほら那覇みたいな都市部は非常に人口が増えて、あの離島行くとどんどん過疎化が、まあこれ世界的にそうですけど止まらない、であと一方ではもう非常にね止めるもので、沖縄あ日本に2台ぐらいしかない車がね沖縄にあったりとかしてますけど、実際ほら女性の人たちはもう3つぐらい仕事掛け持ちしながら生活するっていうんですか、もう本当にあの貧乏と金持ちがもう入り乱れる社会っていうのかな、うん、っていうのが今世界中で起きてますよね。昭和の頃はそうではなかったはずだ、うん、一応あったかもしれないですけど、こんなにも目立たないくはなかったですよね。あの平成の数字で言えば後半になるとその貧富の差という、はい、もう直接的な言葉で言いましょう、うん、それがその日本のどの地域よりも大きく広がってしまったと、はいはいはい、これはみんなだからね、あんまりねあのもっとこれは議論しなきゃいけないんだけども、一時期数年前ぐっと盛り上がったけども、ちょっとまたあの議論が下火になった気がするんですけども、うん、これはもうしらけムードっていうのも多い感じがしますよね。特にあの所得の低い人たちの方々がもう諦めてる方々が多いっていうんですかね。でよくあのこちらの方でそれはあの一応シングルマザーなんかの勉強会とかいろいろやるんですけど、やっぱあの参加者がどんどん減っていくっていうかな、もう頑張ってももうね希望見えないよということで、でやっぱある政党が今そういう声高らかに言ってますけども、あれも旧ねあの政党が言ってきた時みたいに、ただ批判するのは簡単じゃないですか、うん、あれがダメだこれがダメだっていうのは簡単だけど、じゃあ実際にあのこの社会良くするための政策をどう作っていくかっていうようなあの仕掛けがなかなかできにくい時代にもなってきてる感じしますね、うん、あのそのことがね、やっぱりこのその教育だとかね、その学歴って言ってしまうけども、そういうことにどんどんこう歪みになっていくもんだから、はいはい、そのスパイラルというのを止めきらないでいるというふうに思っていいんですかね、今の現状は。そうですね、今逆に負の方にスパイラル回ってるっていうのも多々あると思いますね、うん、まあ、いいのに回ってるのもあるし、だからもういろんな渦巻きができてる時代が令和かなという感じもしますよね。令和にも入ったんだけども、はい、あの平成の後半は、うん、沖縄は観光産業を中心にビジネスは活況を呈してるんだと、はいはい、これみんなが、まあ、あのメディアでなのか、まあ、数字的にもそれはいいですよ、はい、あの外からの投資が大変増えてるし、
健在すごく分かりやすいのは観光客の入り込みがこれだけあって、うん、はいはい、さあもうどうしようというぐらいな、うん、あの生活しにくくなるんじゃないかぐらいのことを心配していると、うんうんうん、こういう状況があるんだけど、はい、その経済の状況は今田村さんどう思います、うん、これもすごいいいご指摘で、あの自分も考えてたのでほんの10年前ぐらいまではもうホテルの人たちって本当にね、もうどうやってお客さん呼ぼうか、そうそう、もう本当に宿泊してたのに、今じゃねもう断るのどうしようかで悩んでるんですが、あの結局所得に反映されないっていうのはザル経済にすごい磨きがかかって、あの何ですか、明治時代はちょっと汚れてたザルが今はピカピカのザル経済になってですね、見事に沖縄に来たお金がどっかに行ってしまうという構造がまた如実に出てきてるかなというのの、それもね、感じも受けますね。昔は公共工事系にそのことは多かったはずなんですけども、はいはいはい、政府のお金で工事を入れて大きなゼネコンが来て沖縄でやると、はい、沖縄は下請けだとこうだったはずなんだが、あらゆる業界にそういうことが広がってしまったのが平成の後半からかなっていう感じがしますね。だからザルに磨きがかかったっていうから、あなた流の表現ですね。そうそう、ピカピカのザルみたいな感じっていうのをもう印象を受けますね。玉那覇流のこれの対処策は、だからこれをだから政治的リーダーたちが覚悟を決めるかどうかっていうのが大事かなという感じもしますね。この覚悟を決めた時の手段は、どうですか、あの官僚機構にいた身として作れる。いや普通はもう反対するじゃないですか。今実際経済非常にうまくいっていて、で一部ね貧困の問題はありますけども、なんとかあの制度疲労は起こしてますけど、今実際はこれで動いてるので数年はそれで引っ張っていこうというような感じではないですかね、うん、ちょっと待って、あのこの経済が良くなってると、全体のパイとして良くなってるけども、はい、それがあまあ言ってみればあの働く者にとって市民にとってそれが幸せな状況じゃないような気がするんだと、はいはい、ここの部分に関してだけもう具体策を、玉那覇策をいくつか話してほしい。だこれこそだから令和でやる仕事かなと思っていて、うん、で例えばこれからもどうしても前話したことがあるかもしれませんけど、あのほら僕らの人生ってワンウェイじゃないですか。あのどっかで落ちこぼれた時にセーフティーネットが生活保護ぐらいしかないし、でそういう生活保護とかもらいに行こうと思ったらものすごい大量な書類とか、うん、大量な手続きとか、うん、精神的にもハードルが高い、そうそう、高い状況の中で、うん、そうなるともう、もう本当に自分もちょっとお手伝いしたことあるんですけどね、もう市役所行ってこいとか、ね、あのどこどこの機関行きなさいとか、なんとかセンター行きなさいって、本当あのシングルマザーの方々だと5カ所ぐらいたらい回しされて結局何にもならなかったっていうのも多々あるんですね。じゃあそれをあの政治や行政としてどう改革していくかっていう時に、よく今あのもてはやされてますけどベーシックインカムみたいな新しいもっとシンプルな制度設計みたいなのを沖縄のどっかの市町村のモデル的に社会実験していくような必要はあるかなっていうのはもう常々考えてるところですね、うん、役所の職員っていうのはもう既存の今やってることではできないっていうのの一点張り、うんだからそれ壊していくのはやっぱり政治の仕事かなとは思っていてですね、はい、パラダイム変わるかと思うし、そうそう、パラダイム変えるときはもう役人とかね、うん、官僚ではなかなかできないので、うん、そういう面では政治のアイデアっていうんですか、エネルギー使ってってあの横串刺すっていうのが大事かなという、あの六次産業化とずっとやってきましたね、はいはい、これね、はいはいはい、あのいよいよこう形になってきたと思ってるんです。はい、ありがとうございます。うん、あの産業というのは一次産業、二次産業、三次産業だと、うんはいはい、ずっとこれ昭和の時代から平成も思ってたと、はいはい、1×2×3 の6次産業だという話のものが、うんはい、沖縄はあちこち起きてますよね、はいはい、この辺が今のそのパラダイム転換のまたエンジンにもなると思ってるんですけども、はいはいはい、いくつか事例をあのラジオ聞いてる人に分かる事例を話してください、うんはいはい、そうですね、やっぱあの昭和の時代っていうのはそういうあのうまくいってたシステムを壊すっていうのかな、六次化を壊す時代だったんですよ、うん、何かというと例えばあのお魚を直売しようとするあの漁師の奥さんが うん、いようとしたらちゃんと保健所の免許取りなさい、
店舗構えなさいって言って行商をどんどん禁止していくのが昭和だったんですね、うん、卸に出してスーパーに出さなきゃいけないよとみんな思った。そうそうで、うん、みんな縦割りで自分は1時の中だけの人、2時の中だけの人、3時の中の人だけっていうのが昭和の時代だったんですね。で平成に入ってやっぱりそういう仕組みがもう行き詰まってきたんで、今言った直売みたいな話になってきて、じゃあ生産者は何ですか、もう作るだけというイメージだったのが売ってもいいんだという認識の中で、あの例えば糸満のファーマーズマーケットみたいなところはもう売り上げが十数億円になるような成功事例もやってますし、でまた養鶏農家も今大変って言われてる中で、例えばあのハエバルとかにある白玉養鶏場さんなんですけども、プリンを使ってちゃんとあのスイーツまでやるっていう感じでですね、収入がどんどん上がっていくようなあの取り組みも今出てきていますね。そういう地場産業をきちんと強化していくことで沖縄社会全体がちゃんと食べていけると、それあの落ちこぼれないの人が出ないような状況を作れると、そんな設計をするんだというのが令和にしたいですね。本当素敵ですね、うん、はい、そういうことですよね、はい、でそうすることで食の地産地消っていうのかな、がまたどんどん進められると思いますね。玉川さん、時間になってきたので、はい、あの2年半後に迫っている復帰50年のスタートにあたってのという、ここでどんな発信を我々沖縄はするということを、あなたは理想としています？こちらの方としてやっぱり沖縄ってどうしても観光とかいろんな面であのナンバーワンの競争をしてきてたんですね、自分自身も、うん、でやっぱり世界回っていく中で空手やってるかっていう質問多くてですね、うん、で空手だとすごい求心力があるかなということで、そうなると沖縄オンリーワンで競争できるかなと。でそういう意味であの沖縄のその持ってる宝と、今言ったあのベーシックインカムみたいな新しい制度設計しながらですね、持続可能なあの社会づくりができたらなというふうには考えてますね。まあ、SDGs という言葉がじわーっと広がってきて、はいはい、これはあのイメージとして合ってますか？あ、合ってます、合ってます。その方向に、はいはい、次の50年をまた模索したいと。今日はありがとうございました。はい、はいはい、どうも。玉那覇さんはですね、実は私あの昨年ですね、空手の舞台を作った時に大変あの応援をしていただきまして、あの玉那覇さんご自身も空手振興ロードマップ の、 あの策定委員長も務めてらしたので、あの空手の振興について本当にあのご尽力をいただいてるんですけれども、例えば私たちがあの国際通りで舞台公演をしてたらですね、あの日本語だけで PR してちゃダメだと、たくさんの外国人 の、 あの空手愛好家もいるんだからということで、英語でも PR しなさいということで具体的なアドバイスをあのいただいてですね、こういう文面だったらいいんじゃないかみたいなことまで、英語もご堪能ですのでアドバイスをいただいたりしておりましたけれども、沖縄はこれからはナンバーワンを目指すんじゃなくて、やっぱり沖縄が持ってる良さを生かしてオンリーワンを目指していこうというお話でした。島田さんのコメントなんですけれども、玉那覇さんは県庁の異端児の代表格でもありますと、その本領をますます発揮していただきたいなというお話でした。今週のコーラルラウンジは沖縄県地域振興協会専務理事の玉那覇康さんと、沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりでした。めぐみのあしゃぎだよりのコーナーです。今年は沖縄の大切な伝統芸能である組踊りが最初に上演されてから、300年という大変な節目を迎えているわけなんですけれども、こうしたメモリアルイヤーということもあって、あの例年より大変あの琉球芸能の公演が組踊りだけではなくて、例えば、まあ琉球舞踊ですとかいろんな公演がとても多い年になってるんですよね。で沖縄だけではなくて、例えば組踊りは、全国での巡回公演があったりということもあるんですけれども、実は私もですね演出をしております群ガチ群ガチという作品を10月の16日に東京で上演することになりました。とっても私自身はあの演出作品を東京で上演するのは久しぶりのことなのでドキドキしてるんですけれども、
大変嬉しいことにですね、あの本土の琉球芸能ファンの皆さんからのお問い合わせも早速たくさんいただいておりまして、あの友達同士で行きますよとかですね、あの琉球芸能の、現地でその関東の方でお稽古をしてらっしゃる皆さんが本場の芸能を見に行きますということでたくさんお声掛けをいただいております。沖縄の伝統芸能ですけれども、今やその愛好家というのは本土そして世界中にいらっしゃって、こうしてあの私たちの応援をしてくださるというのは本当にありがたいことだなというふうに思っております。琉球芸能っていうのはあの沖縄で作られたものですけれども、そこには例えば本土の芸能であったりアジアの芸能であったり、そういったものが、まあ、チャンプルーになっていろんなものが合わさっていろんなあの文化が混ぜ合わさってできたものなので、沖縄だけのものではなくて日本全体の宝そして世界の宝であるということを再認識するようなあのそんな毎日を過ごしています。またですね、秋には、南米ペルーとブラジルでの公演も予定しているので、まあ、あの世界の皆さんにまたお届けできることをとても嬉しく思っております。東京公演に関しましてはまたあの番組の方でもね詳しいチケット情報などをお届けしていきたいと思います。めぐみのあしゃぎだよりのコーナーでした。ラジオ沖縄ではラジコでの配信を行っています。スマートフォンやパソコンでリアルタイムでお聞きいただけるほか、1週間の振り返り聴取も可能です。さらに沖縄羅針盤の過去の放送音源はポッドキャストでも配信しています。こちらはラジオ沖縄のホームページからアクセスしていつでもお楽しみいただけます。また沖縄羅針盤のホームページでは番組情報の発信のほか、私富田恵とコーラルラウンジ常連客の島田克也さんのフェイスブックへもリンクしておりますので、お時間のあるときにぜひこちらもチェックしてみてください。沖縄羅針盤、今週も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。そろそろお別れのお時間です。パーソナリティは富田恵でした。それではまた来週。